ソリッドスクエアとは、神奈川県川崎市幸区堀川町に所在する、超高層ビル。オフィス棟や商業施設からなる複合施設となっている。1995年4月竣工 JR 川崎駅西口にあった、明治聖火の川崎工場跡地を再開発したもので、川崎テクノピア第2外区の一部である。敷地近くの北側には、 玉川が流れている。ツイン構成の24階建て構想オフィスビル二棟と地上部には開閉式ガラスドームの屋根と円形の池を持つアリーナがあり、地下にはホールやアスレチッククラブ、地下駐車場などがある。敷地全体とアリーナが近隣に開放された広場としての役割を持っており、木々も数多く植えられ、クリスマス時期には池の中央に 大きなクリスマスツリーが飾られる。オフィステナントには、企業の他公共施設も入居し、川崎県民センターや、神奈川県、パスポートセンター、川崎支所など、神奈川県の施設もある。ツインタワーは見る角度によっては一体化した、建造物に見え、窓や案内板など随所に見られる、正方形のパターンは、事業主の明治製菓の主力商品であった。 明治ミルクキャラメルをモチーフとしている。アリーナ部分の店舗は、コンビニエンスストア、喫茶店、ファーストフード、和洋食、中華料理店など多彩な顔ぶれが揃い、オフィスワーカーのランチ場所としても便利である。1階アリーナは、2006年10月期に TBS 系列で放映された、テレビドラマ、鉄板少女あかね、など様々なドラマの撮影に使われている。ありがとうございます。